11時55分、笠岡駅です。白石踊りからくり時計です。少し曇ってきました。バスで兜ヶ根記念館まで行きます。兜ヶ根博物館のバス停です。今は博物館に入りません。恐竜が展示してあります。今は登山口に向かいます。12時20分。これから御岳山に登りに行きます。カブトガニの養殖地はこの湾にあります。さあ橋を渡ります。入江橋から撮影しています。釣りをしている人もいます。今は満潮みたいですね。金崎橋のバス停です。なんかこの中動いてますね。怪しいです。水が少ないから魚がよく見えます。カニがいます。池があります。結構ブイが飛んでいます。地上出ると書いてあります。12時58分です。鳥の絵峠です。トイレもあります。一杯咲きました。峠から瀬戸内海が見えます。地図があります。さあ13時3分山道に入ります。13時15分です。樹林帯の木陰だから助かります。蝉が本当によく鳴いています。
大きな蜂も飛んでいます。13時17分分岐です。鳥居の方に行きます。向こう車道があるんでしょうね。ブヨはいなくなったけど蚊がいます。汗びっしょりです。さあ本殿にお参りします。だいぶ標高上がってきました。広いところですね。ここが山頂でしょうか。車道も見えます。さあ御岳山山頂、13時27分です。景色を眺めましょう。岡山市の方向です。さあ、320メートルの山頂の竜王神社です。誰もいなくて静かですね。休憩します。氷水を持ってきています。笠岡の方向ですね。前登れるようになってるけど誰も来てませんね。夏色の草ぼうぼうですね。島が見えています。船をズームしてみましょう。13時40分下山します。地図とちょっと離れから戻りました。これ下りになってるけれども、これがどうやら山頂に行く道みたいです。行ってみましょう。13時46分です。縛るんですけどもね、なんか書いてあるね。これは東尾根コースと書いてありますね。そしてここにありました二等三角点、御厨山山頂はここでした。標高320メートルです。山頂は展望がありません。もう少しでこの三角点に来るのを見落とすとこでした。こちらには登山道があります。しかし戻ります。13時50分です。このまま通過します。うわ、海の方から風が来ます。気持ちいいですね。13時55分車道沿いにありますが、ここが原稿台です。展望がいいですよ。北木島や白石島見えますね。福山の方向ですね。天気良かったら雲が見えるんでしょうか。
こんなとこに水場があります。いただきましょう。14時17分です。峠に戻りました。トイレ休憩です。そしてすぐに夏目の方に降りていきましょう。ちょうどフェリーがいます。みかんがまだ青いです。お、これは近道ですね。御岳山の山頂は見えていません。さあ、海岸へと降りていくところです。14時34分、堤防が見えました。海岸です。ここはカブトガニの養殖地です。潮干狩りはしないでくださいと書いてありました。養殖ではなくてカブトガニの繁殖地と書いてありますね。ここで繁殖するんですね。結構カニの穴があります。14時46分です。今潮が引いてるんですね。昼間は水がいっぱいでした。15時2分です。カブトガニ資料館のバス停に到着しました。御岳山の山頂は見えませんが、気持ちよい風が吹いています。